さあ楽しみです。マウンドに寄りましょう。あ、高井雄平ついにプロデビュー戦も見られます。今日の東京ドーム。ピッチャーはベンチの後ろから行くんですが、報道陣の前を抜けていきました。そうですか、そうですか。そして今日のラッキーボーイでもあります斉藤貴之との対決であります。吉田さん、高井は今日2時頃に石川の車に乗せてもらって寮からこの東京ドームに来ました。そうですか。第一声はわーすごいでしたね。この頃小学校 5,6 年生の頃野球観戦に来ましたって言うんですね。ですから、まあ、もちろんマウンドに立つのは初めてなんですけどね。なおこのイースタンリーグではすでに3試合に登板して1勝2敗という数字が残っております。おっと中田さん、この三振が多いのが高い。後ほどまあ数字も紹介しますが、イースタンリーグでは防御率はまあ 6.14 と悪いんですが、14回3分の2を投げて三振が21奪ってるんです ね。三振率を出しますと 12.9、まあ、9回投げると13個の三振を取りますよと、まあ、こういう数字にもなります。だからコンスタントにこの140キロを超える、ね、ストレートになってくればもっと安定したピッチングができるでしょうね。はい、これはどう見ましたか今の。あ、今ストレート詰まらせて、小学生の頃から甲子園ではホームラン打たれてないって言うんですか。バッターボックスは代打黒田が起用、そういう感じが見えますか。はい、はい、吉田さん、はい、イースタンでの高井のマックスは149キロまで今シーズン出ていますね。ええ、で若松監督は、まあ、2,3 年後この高井はローテーションの柱になってほしい、だから本当はもう少し下で投げさせたかったんだよなということを言っていました。そうですか、中田さん、もう少し下でね。なるほどね。マウンドの雰囲気とかね、なんか向かっていく、うん、その姿勢っていうのは先輩の藤井に似てますよね。藤井氏はね、背筋300キロです。これはやっぱり大変な数字ですかね。大変な数字ですよ。松井を上回る。あ、そうですか。だからこのスピードボールが掘れると思いますよ。あ、そうですね。はい、さあ、ツーストライク、ツーボール。変化球か、ストレートか。古田はインコース高め。おっと、いいボール。いいボール。いや、いいボールです。思い切って投げ込んでいきます。古田のミットをめがけて。さあ、ラストボール。あー、ちょっと力が入っけなく注目できます。初球行きました。いや、行きました。これはどうですか。いいですね。目いっぱい投げ込んできます。ルーキーの高いスライダー、速いテンポで投げてきます。もう1球見逃し三振。ルーキーの高井、素晴らしいデビューを飾りました東京ドームです。